可愛い。ありがとうございます。今日はねトリートメントしてきました、病院で。ツルンツルンになりました。美容院はね月1なんですけど、毎回毎回ねすごい1時間半ぐらいかかります。100なんかね130分コースなんですよめっちゃ長くないですか、ただのシャンプーと前髪切るだけなのに。そうなんですよ。だからシャンプーの時とかマジでなんか今日めっちゃなんだろう眠くなかったから、美容院行ってもシャンプーの時間とかもちょっと意識もギンギラギンで、なんか意識思考回路がちょっともう130分何する。なんか私のやってるトリートメントがなんかトリートメントして、なんかトリートメントしながらなんかアイロンを当てるんですよ。なんかそのアイロンをすることによってなんかトリートメントが染み込むみたいな、それにめっちゃ時間かかって、でもずっとこう隠れてるわけなんですよ、顔はタオルとかで。だからもう意識が本当にいろんなところに行っちゃって、思考が。そうなんです、もうなんかめっちゃ意味わかんないことをずっと考えてた。そうなんです、終わったらトゥルトゥルになるんですよ、うん、今日もトゥルトゥルにしてきました。そうなんですよ、だいたいいつもそんな感じです、病院は。まあ、ツアーも始まるし、ツアー前にまた一回行きたいな。なんか中途半端な時に行ってしまった今日は。めっちゃ可愛い、ありがとう。ポコちゃん元気やったので、今日メールでそうポコ太郎の写真送りました。元気ですよ。さっき餌やり終わっちゃったから今潜ってるけど、月1ペースで行く感じ。月に1回は行ってます。普段あのダメージめっちゃ与えてるんで、髪の毛にスプレーとかアイロンとかで、トリートメントだけは月1で行っております。うん、こんばんは、やっほー。皆さんはどんぐらいの頻度で行きますか。でも髪の毛短いとあれなのかな、伸びるまでに時間がかかるのかな。ちょっと分かんないな、男の人の頻度が。2ヶ月に1回、うん、1ヶ月半に1回、まあそんぐらいなのか。じゃあ女の子とあんま変わらないですね まあみんなそんなもんか。女性は伸びても気づきにくいのだろうか。どうなんだろう、私いつも毛先だけ切ってもらってます。今日も切ってきたけど多分あんまり分からんと思う。もうめっちゃ傷んでるとこだけ切るみたいな感じ。バッツンも可愛すぎる、嬉しい。前髪はね、もうめっちゃ秒で伸びるんですけどね。ちょっと伸ばせてきましたよ。
つも同じところに行くの。いつも同じところに行ってます。昔は毎回変えてたんですけど、なんかいいところがあまり見つからなくて、もう最近はずっと同じところに行ってます。し同じ人に切ってもらってる。めっちゃ 楽です。何も言わなくてもいつも通りですねって言ってくれるから、ありがたい。いちいち説明しなくていい。最近美容院もマスクしなくなったから、なんか初めて、ずっとその同じ方なんですけど、初めてその人の顔を見てちゃんと、あ、こういう顔なんだと思った。シティユ知ってる人、さあどうなんですかね。シティユの話をしないからわかんないですね。マジで世間話しかしない。本当あの、私のその人の好きなところは職業とかを全く聞いてこないところ。なんか本当に誰にでも話せることを話してくれる。今日は湿気がやばいですねって話と、タピオカって最近なくなりましたねって話と、なんか最近ディズニー値上げしますよねって話をした本当にもう素晴らしく、私はその人がもう好き。めちゃくちゃいい。良くないですか。これぐらいがちょうどいい。私が本当に美容院で苦手なのトップ3ぐらいが何されてるんですか、かもしれない。そうなんですよ。めちゃくちゃ適切な距離感っていうか、もう天気の話なんてね、誰にでも通じる。そうなんですよ。でもなんかあれですよね、ご飯屋さんとか行ってたり、コンビニとかでなんかこう話しかけられたらその店に行かなくなるみたいな人とかもいますよね。なんかこれが好きなんですかみたいな、なんかそういうタイプの人もいますよね。なんか自分を認知されたら行かなくなるみたいな。逆になんて言うんだろう、店員さんとお話ししたくて行く人もいるし、私はこの間なんかとあるテイクアウトのお店に行ったら、もうめっちゃドスッピンで行ったら、起きちゃうんだねって言われて、えって言ったら、その店員さんになんかこの前他のメンバーも来たんだよって言われて、でも STU のファンの人じゃないっぽいんですけど、なんか知ってくださってて、すごいなんかわあどうもいつもお世話になっておりますって言ってってことはありました。そうですね、そういう時もあります。もう行かないな。いや美味しかったんで、まあ、また機会があったら行きたいなと思います結構ねあんまり遠いところだからあれなんだけど、歯医者はもうそうですね、バレてますね。でももう歯医者さんは歯医者っていうか矯正の歯医者さんはもう
バレたけど、もうバレてる方がすごいお仕事に配慮してくれるので、うん、まあ良かったかなって思います。ちょっと歯を見られるのは恥ずかしいけど。やっぱ差し歯って作っといた方がいいですかねみたいな、なんかすごい気を使ってくださる。締めに行けてるの？行けてます、一応。全然行けてなかった時期もあったけど、プライベートおきちゃんに会えるなんてラッキーすぎ。嘘、プライベートおきちゃん割といますよ、その辺に。美容院はどういう基準で探してますか？どういう基準だろう。なんかとりあえずトリートメントのメニューを見つつって感じ。よくやるのがトリートメントだから。うん、でも今の美容院は本当になんかめっちゃパッて、なんか何の理由もなく選んだところなんですけど、めちゃくちゃいい。そういう出会いもありました。だいたいメニュー見て選びます。ホットペッパービューティーで探して、そうなんです。そんな間夜でもう1年以上は通ってますね。ヘアメイクさんが勤めてる美容室に行ってる人多いと思ってた。なんかヘアメイクさんが勤めてる美容院に行くメンバーもいるけど、なんかヘアメイクさんって美容師免許ある人とない人がいるから、なんか必ずしも美容院に働いてる人っていうわけじゃない。でもその美容師免許を持ってて美容院で働いてるメイクさんもいるから、そうそうそう、無免許の人もいるの。なんか一回聞いたんですけど、なんかそのハサミをカットする技術は国家試験だから、その国家試験がなくても別にメイクさんは髪の毛は切らないから私たちのなれるらしい。そのセットだから、ヘアセットの人たちだからみたいなのを聞きました。でも半分以上は持ってる。前髪切ってくださいって言った時に切ってもらえるメイクさんと 切ってもらう、そのハサミ免許ないからハサミ貸すから自分で切ってって人もいる。そう、みんな持ってるかと思ってたね。私もなんかヘアメイクさんって美容師さんなのかと思ってたら違うらしい。でも私と同い年のヘアメイクさんがいらっしゃって、その人は美容院で働いてて、めっちゃ結構メンバーと仲いいんですけど、そのお店とかに行ってるメンバーは多いかも。うん、だからヘアメイクって名称を別に設けてるのね。確かにそうなんかも。美容師さん、美容師さんではない。うん、ためになりましたね。私もためになりました。ヘアメイクサロンってあるよね。ね、なんか私は行ったことないけど、ヘアメイクとかさ、なんかすごい、なんか TikTok とか見てて
すごい、なんだろう、男性アイドルのファンとかがなんかライブ前に絶対ヘアメを予約するみたいな文化があるらしくて、なんかその TikTok で流れてきて私初めて知って、なんかオタ活する前にヘアメイクに行って、その髪の毛をめっちゃこうツインテールの巻き髪とかになんかすごい可愛くセットしてもらってからオタ活しに行くみたいな、なんかもう意識高いっていうか、なんかすごい可愛いなと思った。推しのためにちゃんとなんかね可愛くしていくのってすごいいいなって思いました。私はヘアメイク行ったことはないですね。どういう感じなんだろう、パパッと軽くセットするだけで見に行っててすみません。いやセットしてくれてるなんてありがとうございますありがとうございます。わざわざなんかそういうのもあるらしい。いつもヘアメイクしないで行っててすみません。男の人のヘアメイクってどういう感じなんだろうね どういう感じなんだろう。オキポに会うときはおしゃれしていくべき。全然もう清掃でもいいですよ。オタクの清掃でも、もう生誕 T とか着てくれたら超嬉しいですちょっとおしゃれしてきたらかっこいいって言いますよ朝美容室行ってからインテックスでおきちゃんに会いに行きました。なんてもデートの日だねそれは。それはもうもはやデートの日ですね。後ろはメンバーさんに見られないから雑である。だからファンの人ってさ、リアルお話し会の時さバックで歩いてるのなんかレーンでさお話ししてさ剥がされた後さバックで歩いて、なんか後ろでなんか撮影とかしてるんですよ。キングレコードさんが写真とか動画とか、なんかその人に毎回ぶつかって一体とかカゴ落としてったりとか、私だから絶対バックで下がってるからだなって思うんだけど、どう？多分それだと思う。あーバンガシャガシャガシャみたいな、私次の人と話しててさすごい聞こえてくるもん、なんか落としたぞあの人みたいなあのカバン入れるカゴをガシャーンみたいな、かあのパーテーションにドーンみたいな、私その音聞こえてるんですよ。聞こえてるしどうしたって言いたいんだけど、もう次の人と話してるからめっちゃここら辺で見てる、この端っこら辺で、すごいもうどんがらがしゃーんみたいな、気づいてはいるんですよ。気づいてはいるけどずっと見てたい。ありがとう。でも多分大怪我するから前見て歩いた方がいいかも嬉しいけどその気持ちは。めっちゃ本当一人とかじゃないんですよ毎回。多分ねいつかねそういうなんか事故が起きる。推しを少しでも見てたい。いや
ありがたいけどね、本当に気をつけて、後ろに壁があるのとカゴがあるのだけは頭に入れといてください。よろしくお願いします。金曜ロードショーをさ、もし見れたら実況したいなと思ってるんですよ、勤労配信でもね、ちょっとまだ分かんないんですよね。毎回やってるんやけど、あれタイタニックってもう終わったんだっけ、次ジブリか、ジブリは絶対したい。あ、終わったんか。今週の金曜ロードショーはインディージョーンズだった。インディージョーンズか。チャチャラチャーンじゃん。チャチャチャーン。ジブリは絶対やりたいな。また見ましょうね。すごいだるまいっぱい。ありがとうございます。インディージョーンズ見てたな。7月に。ナウシカ、コクリコ、モノノケ、コクリコ坂だけ見たことないかもしれない。コクリコ坂ないな、どういう話なんだろう。予想は戦争系だと思ってる。他は見たことあるけど若干記憶曖昧かも。あんまみんな知らなさそう。ちょっと楽しみにしとこう。青春系なの、耳を澄ませばみたいな感じかな。戦後の話、恋愛系かな。ね、見たいなって感じ。勤労配信は夏休み期間はしたいところ。なんでね、もし一緒に見れたら皆さん見ましょうね。ポーです、ポーだよん。見ましょう見ましょう。かわいい、そう。なんか髪も黒いし服も黒いからさ、最近自撮りしてたらめっちゃ白飛びするか逆に真っ黒になるかのどっちかなんですよね。ショールームだとそんなことないんだけど、なんでだろう。最近もう自撮りする、最近っていうか今日自撮りするたびにもう顔がもう白すぎて何も映ってなかった。ほぼクマありがとうございます。髪茶色いよ、そりゃ光じゃん。実際見たら真っ黒なんですよ。もうすごい、自撮りしたらすごい、もう全部光る、パーンって。
土曜日前髪パッツンですか。土曜日ってなんだっけ、公園かな、公園は前髪パッツン、もうパッツンなんでずっとパッツンかも。あ、私物か、私物だ、サイン会だ。そうですね、多分髪型とかまだ決めてるわけじゃないけど、サイン会私物だ来るよって人結構多かった。待ってます。髪色変えて OK なら何色にしたいですか。何色にしたいですか。なんだろうね、全然思い浮かばないや。でもおばちゃんになったらめっちゃ派手な色にしたい。で髪の毛めっちゃ短くして、そんなおばあちゃんになりたい。なんか自分の中の近所のおばあちゃんのイメージ。紫、え、そうなんや、近所のおばあちゃん紫だった。おばあちゃんって絶対いるよね、紫のショートカットのおばあちゃん。いたよ、うちにも。それにはやっぱ一回なりたいよね。白が紫に染まりやすいかららしい。あ、そうなんだ。髪の毛真っ白になってから紫にしよう。何歳からなのか気になる。おばあちゃん、難しいよね。なんかおばちゃんからおばあちゃんの境目って難しいね。確かに個人的に50と60のがなんか境目かなって思うんだけど、でも特に理由はない。還暦すぎたって感じ。そう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 。そうかも。60になったらじゃあ紫だな、髪の毛。楽しみ。楽しみができたよ。今は黒髪のままでいてください。 ST にいる限りはね、黒髪ですよ。絶滅黒髪少女です。絶滅の危機黒髪少女よ、おいおい、こうしたい。じゃあずっとずっと、ま、解雇されなかったらね。そのね、女性アイドルの平均年齢がもっともっと高くなればね、いけるかもしれないですね。男性アイドル並みに平均年齢上げてください、世間の皆さんが。高齢を愛してください。そしたら大丈夫です。
10代が好き10代が好きって人たちがちょっとでも少なくなれば希望はあるかもしれません。40代普通だもんね、男性アイドル。そうなんよ、なんで男性と女性でこんなにも年に差があるのか謎なんです。とてもとても、ぜひぜひグループの女性アイドルにも平均年齢を上げてもいい許可をください。結婚とか子供があるから早いのかと思ってた。え、でもさ結婚 してるよね男の人も。私なんて結婚願望ないから有望株だよ有望株だよ。はあ、悲しい。35歳の沖優香とかめっちゃいいと思うんだけどな。多分もう味がのりすぎて和食の料理屋さんで出されるよ、サバみたいな感じで。45歳でもめっちゃいいと思うんだけどな。女盛り、いや本当そうよ。今の私なんて絶対まだまだだよ。だからもうちょっと、グループのアイドルも STU1 とさ STU2 でさ2個作ったらいいんじゃないかな。で20代後半になったら2の方に行くんですよ。でもグループとしては1個なんだけど、なんか部署みたいな。で10代から20代の半ばぐらいまでが1にいて、いや20代も後半まででもいいよね。30から60ぐらいまで。ダメなんかな。そっち行った時悲しい。え、悲しいって何？悲しいとは一体？なんで悲しいの？え、わからない。悲しいとはやっぱり年齢で見てるってことなんですかね。私はそんな悲しいって思ってほしくないよ。分けなくていい。いやそうなんだけど、なんかファン層とか違いそうじゃない？どうなんだろう。どうなんだろう。難しいな。こんなに難しいんだね。
おきちゃん30超えて歌って踊れる。どうなんだろう。なんかまだそんな体の体力面で何も感じたことないんですよね。あんまり言うほど10代時と何が違うかって言われたら、確かに2公演はしんどいなって思うけど、リハとか含めたら。でもそれは10代の時から割と思ってたから、それは私の個人の問題な気がする。とんかつとかちょっとあれかなって思ったけど、ちょっと食べるのしんどいなって思う時もあるけど、それは割と20代前半前半っていうか、もう21、2ぐらいからそうだから、どうなんだろう。20代は全然、30から急に来る。そうなんですかね。じゃあちょっと30歳になるときにちょっと一回身構えときますね。まあちょっと体力はつけときたいなって思う。運動して、ダンスとかはしてるんだけどな、もっとちゃんとした運動をした方がいいのかな、やっぱり。体力がね、ちゃんとつけときたいですね。25超えるとじわじわくる。わあ、そうなんですか。25歳はもうすぐですね。割とっていうか、もう今年24になるんで、来年とかですね。ウォーキングとかいいんじゃない。ウォーキングはね、よくするんですよ。なんか今はなんかダンスの先生がおすすめしてくれてる筋トレみたいなのをたまに家でやってます。私は毎日続けれないタイプなんで、本当にたまになんですけど、とかはしてます。でもあとはもうレッスンぐらいかもしれない。公演と、どんなの、なんかいろいろやってるから難しいんだよね。なんて説明したらいいのか。食生活と筋トレで若さ保とう。そうですね、そうします。皆さんも頑張ってくださいね。私も頑張るんで、現場来れる体力を身につけてくださいね。一緒に頑張ろうぜ。スタンディング無理っす。いや私ね、本当に心配してるよ。 STU のファンの人もう多分椅子に慣れてるから、スタンディングなんて大丈夫なのかなって心配してますよ。ツアーのやつとかスタンディングあるけど心配よ。なんかね、でもスタンディングに必要な筋肉って何なんだろう。どこだろう。足のふくらはぎとかかな、やっぱり。腰、なんで立つのに腰があれなん。みんな腰やられてるけど、
どうして？体幹が。私ね、あのダンスの先生から体幹を鍛える方法を聞いたことがあるんですけど、あの自分の体をちくわだと思って、ちくわの穴にきゅうりを入れてると思って立つらしいんですよ。立ったらフラフラしなくて安定感ある、なんかすごいね、表現が独特なんですよ。あるんで、それでこう、あ、上半身をそのつもりでこうグッてしたら体幹鍛えれるらしいですよくね、なんかそういうなんか表現、なんかね独特なんですよね、ダンスの先生。めっちゃ教え方、なんか教え方っていうか、多分私たちに伝わるように教える教え方みたいなのがめっちゃ独特で、そうじわじわきます。でもみんなもう何も言わないんですよ、慣れちゃって。他になかった、いろんな例えがあります。伝わってる、伝わってます。なんかよくあるのが、なんかこうちょっとバウンドする、なんて言うんだろう、なんかね、難しいな、なんて言ったらいいんだろう、一回下に行ってからな、難しい、上に行かなきゃいけない時みたいなのがあるんです。なんか立ち上がる時とかも、普通に立つ、なんか座った振りから立ち上がる時とかに普通に立つんじゃなくて、一回下に入ってから立つみたいな、なんかちょっと一個予備動作を入れるなんか振りとかがあるんですよ。あるっていうか、なんかそういうのをしてって言われる時あるんですけど、そういうのもなんか、なんか例えば、なんか、なんて言ったらいいんだろうな、難しい、ここでおならしてって言われるんですよ。え？みたいな、どういう、で、この歌詞でこの部分でおならしてみたいな、でどういうことですかって言ったら、そのおならを出した反動で立ち上がるような気持ちでやってみたいな、っていうのをもう初期からずっと言われてて、すごい下品なんですけど、本当に天然な先生で悪気は何もないんですよ。で最初は一体何を言っているんだと思ってたんですけど、もうみんな何も言わない。今はこう一回下に、なんて言ったらいいんだろう、ちょっと立たないと難しいですね。どっかでなんかそう言われた振りがあったら教えますね なんかいろんなね例え方があります。でも本当にね天然なんですよ多分多分本当に小学生とかに教えてたりとかするから、そのままを小学生に言ったことをそのまま自分らに教えてくれるんですよね。したらそうなっちゃう時があります そうなんです。あとよくかまぼことか、なんかいろんな例えで、ね、食べ物系シリーズが多いんですけど、そういうのがあります。でも例えないときはめっちゃ筋肉の名前で言われるんですよ。なんとかなんとか筋がみたいな。でもその説明はほぼ理骨にしか通じないから、その筋肉の名前を言わずに説明するを考えて、多分そういう教え方になったのかなって思いました。もっと本当はなんかめっちゃなんとか筋を使ってみたいな感じだったんですよ。リコチは分かると思うけど、他のメンバーは
わからないから、リゴジは、あ、ここですねとかたまによく言ってるけど、他のメンバーは全く。そうなんです。リコチは筋トレマニアなんで。筋トレよくしてるんで筋肉の名前は結構詳しいと思います。知ってる筋肉ある？わかんないですね。なんかいつもいろんな筋肉の名前は聞いてるんですけど、全く頭に入らないですね。よくでもなんだっけ、なんかここの筋肉を見せなさいってよく言われます。なんかダンスするときはなんかこういう角度が大事だから、ここの筋肉みたいな。でもここの筋肉がなんて名前だったかは全く覚えてないです。強さ乳突筋、あ、でもなんかそういう感じだった気がする。乳突筋はなんか よく言ってる気がします。なんか横向く時もここを見せるみたいな言われます。だから横を向くダンスの時は頭の中で強さの言うとつきって、はい、思いながら横向いてます。そうなんですよ。なんで皆さんも公演見ながら筋肉を見てみてください。それで綺麗に見えるんだね。確かに普通に横向くよりなんか綺麗に見えますよね。露出が少ない。見えてるところじゃなくても多分見えるところの筋肉見ればいいと思いますよ。ちゃんの鼻歌好き。鼻歌よく歌ってしまいます。特に意味があるわけではないんだけど歌いがちです。え、もう50分じゃん、早っ。時間が経つのが早い。なんかほとんど変な話で終わってしまった気がする。あと10分です。10分ですって、早いですね。何の話してたっけ今日。何の話してたんですかね。でも思い出さなくていい日もあります。うん、話聞くの楽しい。嘘、ありがとうございます。そんなそんな。眠くてしょうがない。いやでもね、本当寝る前のなんか睡眠導入剤にでもなればもう本当に報われる。こんな変な話も、うん、報われます。全然明日覚えてなくていいことばっかり言ってるんで
このままゆっくり寝てください。明日も仕事ですか？皆さんは頑張ってくださいね。いい話一つちょうだい。あるんですよ。なんかね、この間タクシー乗ったらね、タクシーの人にお茶受けですって言われて、なんかほうじ茶の飴もらったんですよ。まだ食べてないんだけど、茶、日本の茶飴っていうし、お茶の飴って書いて、私初めてそんなこと、タクシーの運転手さんに飴もらったの。しかもお茶受け、ガチのお茶の、しかもお茶の飴も初めて。なんか珍しくないですか？ですごい渋い飴なんですよ、ほうじ茶。でも私ほうじ茶好きなんですよ。だからちょっと楽しみ。だからでもちょっとね、食べるのもったいないなって思ってポーチの中に入れてた。これはちょっといい話ですよね。若い子ってあんまほうじ茶飲まない。嘘、ほうじ茶ラテとか人気なイメージあるけど、私も結構好きですね。まあ抹茶の方が好きだけど、ほうじ茶ラテも好き。なんかパセリがスイパラのコラボほうじ茶ラテにしてた。パセリからスイパラ一緒に行きましょうっていうライン来てて、パセリと行くかも、スイパラに。スイパラマスターの沖さん一緒に行きましょうって言われ て言われて、スイパラマスターに就任したらしい。私パセリサラハと行くのかなって思ってたからびっくし。楽しみですね。マスター、そうマスターらしい。でもマスターって言われるほど詳しくはないからな。確かに一人スイパーらはするけど、ちょっと一回予習に行こうかな。何の予習ってね。いや推しの子のコラボの時行けばよかった。行こうと思ってたんですよ。私はコンプライアンスティなんで、ぜひ皆さんゲットしてください。なんか一人だけ真っ黒の旗でびっくりした。確かに黒地に白って言ったけど、なんかみんな白で、私だけなんか海賊の旗みたいな旗でびっくし。そう、私ミルクティーです。もうミルクティーと生クリームです。間違いないと思う。なんか一人だけワンピースの旗みたいな。まあ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 。私ね、ツイッターにも書いたけどね、千穂さんのチョコミントめっちゃ気になる。まあ、名前は置いといて、スイパラの人が出すチョコミントってめっちゃ気になる。ちょっとね、チョコミントね、最近ちょっとね好きなのかもしれないから、ちょっと食べてみたいなと思う。チョホミント、なんか名前じわじわくる。チョコミント食べれる人だっけ。なんか物によるかもしれない。ダーツとかは結構食べれるんだけど、あのチョコの。ガチのチョコ系だったらまだあれだけど、なんかチョコミント丸々とかはまだそんな挑戦したことないな。なんかどっかのねケーキがね、なんかチョコミントケーキ販売してたんだけどね、なんかチョコソース倍増じゃなくてミントソースを倍増できるみたいなチョコミントケーキがあって、なんか動画見たらめっちゃ青いソースをかけてて、みたいな。私ケーキに、チョコミントケーキに
ミントソース倍増みたいな、ミントソースみたいな、なんかすごい衝撃を受けたんですよね。めっちゃスースーするみたいなのをさ、ケーキではおおよそ言うことがない食レポをしてて、だからそこまでのチョコミント好きではないかも。普通にチョコの中にミントが入ってるチョコミントとかは食べれるけど、まあでもちょっと気になりますね、食べてみたいなって思います。チョコミントにもしかしたらこの夏はなるかもしれません。皆さんは何、フードでも割と少ないけど何食べるんですかね。私的にはマイキューのラーメンはちょっとね人気出そうだなって思う。私はラーメンあんま食べないけど、ラーメン好きな人って割とこの世の中多い気がする。豚骨ラーメンらしい。そうなんだ。まあでもスイパラは結構ね、フードもパスタとかもめっちゃ種類あるから、多分店内でラーメン食べてても浮かないと思う。カレーとか匂い系のものもあるし、なんかこうメンバーとかのなしにしたら誰が一番美味しそうでした？私はね多分ね本当にメニューだけで言ってたら、ちょっとクリームソーダ好きだからあかりんさんの頼んでたかもしれない。あとバタフライピー、あのアンピーかなやつは、私バタフライピーなんかね惹かれちゃうんだよな、なんか色変えたくなる。じゃあちょっとそうそう壇上読みましょうかね。13位小林博文、博臣さん、12位白熊さん、11位最大に梅太郎さん、10位和則さん、9位マフェリアスさん、8位ゆたんぽさん、7位ちしたさん、6位あんちゃんさん、5位たおさん、4位テリーピーさん、3位とうとうさん、2位ジェリーさん、そして1位があちゃさんでした。ありがとうございました。コメントしてくださった皆さんも、壇上の皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。いい夢よ。こちらこそ頑張ってください。明日もお仕事学校頑張れ。じゃあ私が8割のモノマネして終わりますね。泣いちゃった泣いちゃった。明日も仕事ってこと？泣いちゃった泣いちゃった。なんとかなれ。泣いちゃった。